主人公、小さな恋人たち、アンドレアとジャンはクリスタルの星に願いをかけました。ジャンの一家が遠くへ引っ越すことになり、このクリスマスは二人にとって一緒に過ごせる最後の日だったのです。あの子たち、まるで小さな恋人たちね。遠くに引っ越すのがかわいそうに思えてきたわ。ジャンと会えなくなるのは寂しいだろうな。本当に仲のいい二人は、大人から見ていても微笑ましかった。またこうして一緒にクリスマスをお祝いできる日を待っているわ。きっとあのクリスタルの星は二人の宝物になる。Thank you.
支配人です。お疲れ様。とっても素敵なショーウィンドウになりそうだ。さらに街行く人の目を楽しませられるようにもう一頑張りしてください。気が過ぎてしまったもの。でも
はただの子供の時の夢だったのか。12歳になったらクリスマスは終わってしまう。お願い、ジャンに合わせてクリスマスの約束を叶えて。Thank you.
もしないで。メリークリスマス、アンドレア。メリークリスマス、ジャン。あなたの胸の奥に輝く純粋な思いは、きらめきを失うことなく、いつまでも輝き続けるのです。Love forevermore. We wish you a